こんにちは。今日から実数をちょっと考えてみましょう。英語ではリアルナンバー、リアルな数というふうに言われていますけれども、中学までに習ったいろんな数、数を体系的に整理するということになりますね。どんな数を今まで習ったでしょうか。例えば、1、2、3、こういう1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と無限に続く数がまずあります。そしてもう皆さん、まあこれわざわざ言うこともないと思うかもしれませんけど、0という数字が歴史上に登場するのは比較的新しいことになるんですね。そして中学行った途端にマイナスの数が出てきました。-1、-2、-3とこういうマイナスの負の数が出てきました。そして勉強した順番ではちょっと逆になりますけれども、2分の1とか3分の1とか4分の1とかこういう分数も出てきました。そして小学生の時にはこういう 0.1.001、0.001などのような小数も習いましたね。そして中学に入った時にはルート2、ルート3などという平方根で表すルート、こんなのも習いました。そして小学校の時円周率習ったと思うんですけれども、π、これは 3.1415 と小数が下に無限に続きましたね。小数点以下何桁まで円周率覚えられるかなどというのに熱中した皆さんもいるかもしれません。こうやって今まで習ってきた数を体系的に理解しようということで実数という考えがあります。今これ出てきた数字は全部実数、リアルナンバーです。で、これを分類するんですね。実は、この1、2、3という、こっから小数の実は小数は2つに分けられるんですね。この π も 3.1415、 どこまでも続く小数として分けられます。この小数は上の組に入るか下の組に入るかどちらかに分けられます。上の組に分けられるのは有理数という、で、ここの下のグループ、これは無理数と呼ばれます。これから何回かこの実数、リアルナンバーというのはどういう数なのか、どういう数なのか、そういうことについてちょっと見ていきたいと思います。実数、中学までに習った数全体をまとめて実数というふうに言うことができます。リアルナンバーで、実数は大きくは有理数と無理数とに分けることができます。有理数というのは簡単に言うと分数で表せる数、それが有理数。分数で表せない数が無理数。大きく分けるとこういうふうになります。そして有理数の中にはまず整数、これは皆さん小さい時に1、2、3という数を覚えた、そういう自然数、これまあ正の整数と言いますね。それに0、そして中学で習ったマイナスの数、負の整数、これを合わせた整数。
そして有限小数と循環小数の、まあ、有限小数は全部有理数ですけれども、循環小数、例えば3分の1っていうのを小数に直すと 0.3333 というどこまでも3が続きます。そういうように同じ数が繰り返す、例えば 0.1212122 というふうに12という形で繰り返したりする、そういう循環小数で、循環小数、そういうものも分数で表せるんですね。そういうものは有理数と言います。そして、そういう小数のうちで分数で表せないもの。無限に小数がいつまでも続く。例えば、ルート2とか、π、円周率などのようなものは無理数というふうに言います。有理数というのは英語で言うと、ラショナルナンバーです。ラショナルっていうのは理性のあるとか、合理的な、そして気が確かな、そんなような言葉の英語になるんですね。そして無理数っていうのはイラショナルナンバーなんですけれども、これはイラショナルっていうのは理性のないとか馬鹿げた、ちょっとね、日本語にするとびっくりするような言葉ですね。有理数、無理数。言葉としてはなんか難しそうな言葉ですけれども、まあ理性のある、理性のないという、ちょっと不思議な言葉で数を分けています。次の YouTube でこの実数のことについてもうちょっと詳しく見ていきましょう。今日はここまで。